強欲構成です。強欲、うん、聞いたことないですよね。パワーが好き。第4句、小説。第4句は、なんか、もともこもない。柔術の。柔術でもさ、柔術ってさ、大きい人もやるじゃん。まあ確かにね。なんでちっちゃい人ばっかりさ、その優先するのさ。大きい人かわいそうだよね。力がなくても勝てるみたいなばっかりさ。じゃあなんかちっちゃい人ばっかり優遇されてさ、大きい人やったら悪みたいなさ。そんなさ、大きい人も理不尽なことなくない？そんなことないっすね。まあ確かにね。大きい人も強くなるんですもんね。そうやな。力強い人とか大きい人、体重も大体もさ、はい、柔術なんでさ、いつも悪役みたいな。悪役してるわけじゃないっすよ。悪役もいいやしないっていうのは、まあ、そうか。言われてるからな。ワールド。毎回制されてる。制されてるっすね。確かに。制されてる。好きで大きいのもさ、大きいじゃないんだぞ。確かに。まあ確かに、まあその、体は人それぞれですからね。ああ。確かに。今日はね、うん、大きい人の話なんか、うん、隠し、ストロンゲストマンの彼あのムキムキよ、あムキムキで強い人ですね。あのめっちゃ力強いですか。力強いですか。そうそう、ストロンゲストマンはあの柔術やるならこれをやれっていう。おお、めっちゃ限定されてる。うまく回りそうな動画です。うん。いやもうかなり限られてるんですよ。エディーホールに見てほしい。エディーホール。あの力入ってる。力って入ってる。ヘッドリフト。500キロ上げる。うん。デッドリフト500キロ500キロ上げて、気持ちはどうですかってインタビュアーに聞かれて、鼻血出しながら最高だーって言われた。かっこいい、一番かっこいいな。かっこいいな。そういう人に見てほしい。日本専用日本のエディボールを大きい人に見てほしい。まあ言うたら、樽型の人ですよね。あの、体大きい人、うん、2m150kg。 そこが最低ライン。2m150kg。あんこ型じゃなくてパンパンの人です。パンパンの人専用の重戦肉。まあでもあの無差別とかだったら大きい場合あるから。うん、むしろ前とんでもなく大きいじゃん。でかい人ね、でかい人ねやってるっすよ。そうそう、だゴリアテはこう戦えてる。ゴリアテ、デビット VS ゴリアテって大きいのちっちゃいの戦うときよく出てくるでしょ。怪物動画とかめっちゃ多いんだよ、ね。デビット VS ゴリアテ。そう、それでゴリアテが勝つのも見たことねえんだよ。ちっちゃい人がいても勝つんですか。そう、じゃないとさ、面白くないからさ。あそう、ゴリアテがめちゃめちゃにしてたらさ、それはまあ、予想通りだから暴力だ。じゃあ、ゴリアテに慈悲はないのか。ゴリアテ向けの動画、今日そう、多分、世界初だと思う。確かに、あんま見たことない。ほら、くじゃん、空飛んでる。ほら、くじゃん、空飛んでるよ。ほら、すごい、すごい。ディパークから。ちょっとやっていこう。じゃあ、まあ、もし俺がね、その、じゃあ俺がもう、あの、キッズを相手にするんだから。ああ、なるほど。なるほど。こんな感じですよね。いや、もう何やっても勝てるから。確かに、そうっすな。でも、はい、あの、じゃあ実際そのコンペッションの中で、うん、じゃあ俺がヘビー級の選手。はい。うん。だから彼がルースター級の選手。おお、はい、めっちゃ遠い。うん。そしたら、じゃあまずどうするの、うん、うん。まずトップ取りたいよな。うん、上から行きたい、うん、で当たり前だけど、じゃあこれが白とか青の状態だったらちっちゃい人はその簡単には下取りたくないよな、うん、怖いし。だからそうなった時に絶対組み合いになるわけよ。まあ引き込まれてもいい覚悟で行くよ、うん、俺は上になれたらいいから、うん、あ、そう、うん、でまず組み手争いするところは絶対にこう両襟とか脇の下、片方襟持って脇の下とかを握る、うん、対象分そう。ここがね、かなりね、あのタックルとか低いものを止めれるから。ああ、確かにここ無理っすもんね。うん、距離できちゃって。そうそう。で、これを取ったら、足払い、足払い、支え釣り込み、小外刈りをやりまくる。やりまくる。まくる。でも実際こっちめっちゃ長いし、こっちめっちゃ長いから一方的に届くって。そうそうそう。うん、ああ。で、そのスペックなんじゃ絶対に届かない。だし実際多分これぐらいですよね、距離。そうで僕こんなんだから こんな感じになってるんです。そんな感じになってる。で足払いをにあのタックル合わせられたりとかするじゃん。はいはい。足払いにタックル合わせられたりとかしたら、はい、うわっ力強いし2m150 でしたっけね、前提条件が。で出てるって500キロなんですか、うん、で僕ルーサーする、うん、でもあのすげえ大事なのは自分を中心に動かす。あこれはめっちゃ大事、うん、
サザエ釣り込み足がいい理由っていうのは、サザエ釣り込み足って自分が中心に入って、うん、でこれで自分をポールに見立てて回してかけるから、うん、かかりやすいんだよ。なるほど。今の普通にあのみんな参考になる話ですね、うん。これをめっちゃお互いに腰引いてこれやってくるダメだ。はい、うん、うん、もう実際投げに行くんだったらめっちゃ引いて入って限界いくやり方じゃないと、はい、今の崩しもこれぐらいだったけど実際2メートルあるから多分浮いてる、こんなんだよなっちゃう。でそれでも全然出てこなくて、俺が出た分だけ相手も腰引く、うん、ような状態に入っちゃったら、まあ煽る、はい、煽る、煽り方は肘から頭下げてこういう感じで、ああ、なるほど。腰引いてるから頭下がってるんですよね。うん。このテンポ。これね、バサバサやるために手先でやると全然重さが乗らなくて。こうなった時に、あ弱い、手やるとこういう感じ。大丈夫です。でも肘をしならせる。よ。やば。と重さがめっちゃ出るから、これを引きながらやると、と、あ重いな。そう、結構倍ぐらいにしちゃってくる。そう、2m150kg で、電動強化500死にやばいこれ。で、これで相手が手つぶれて、それからサイドバー、うわ最悪だ、終わったここにもう無理そうね、ここから返すの結構石が乗ってるもん。そう、で、これここまで取れたら、うん、バックには行かない、行かない、うん、バック来てほしいです。まあ、テクニック勝負になっちゃう。そう、バック行くとやっぱりこの足が引っかからなくて、一緒に出た時に上にやられてやったりとか。だから下に足が、うん、でまあ2メートル150キロのクローズの周りのクローズだったら多分これで決めれると思う。俺は180センチ110キロぐらいの相手にそれやられてタップしたことあります、試合なんだから。あ、見ながらストロンゲストマンだったらね、死ぬかと。多分腹圧の使い方が分かってないとこれ解けないと。あ、多分腹圧かけないとだと取れないと。パワーチューブでも多分これでね、あの下なのはね、あんまり得策ではないんだよ。なるほど、うん、それだったらずっとここにいた方がいい、うん、で、ここで何するのかっていうと、はい、クロックチョークを狙います。クロックチョーク、クロックチョークまくってる。クロックチョークを狙います、うん、でかいやつは1個これ実践続けた方が嫌だ、うん、でこうやって体重かけて潰してでもこれで前に走り抜けるのはダメ。あ、これバットで抜けちゃうから、うん、あ、そうそう、やるんだったら体重をここに残したまんま、うん、抑えながらずっとここにいれば。なるほど、嫌だな、うん、動いてほしいな。こうして締め狙ってずっとここにずっとそこにいる。で手で締める、あ、手で締める、で潰していく。あ、待って、これそんなにこう締めに行かなくてもいいですね、これ。なんか徐々にこう締まっていくから、うん、で、相手が逃げようとしたら押さえる、相手がここで逃げようとしたら押さえる。うわぁ、もう無理だ、もうあとはもらったら、うん、潰すだけだ。そうだね、あとは両手で相手の手首持って一回マットにこうやって押し付けて、で、このまま立ち上っていって、あ、ダメだよ、2メートル150キロだそうだね、単純でいい。じゃあ仮に引き込まれてしまった、はい、上になってどうする。確かに引き込まれる、まあ、ことの方が多いからね。充実はね、ちっちゃい人はボトム取るじゃん。下の流れもう無理だってなってこう流れで、うん、でまあ座ってもいいよ。クローズですか。クローズガードでもない。でももしかしたらもう組めないからね。あ、ルーズだったら。でもこんなだったりするよね。うん、かもね、うん、そうです。でもまあ、スパイダーガードとかあるかもしれない。ああ、はい、うん、こういうの、ま、巻きついてくるものってあるじゃん、うん、そう、そういうのを着たらどうするか。まあ、クローズガードもそうなんだけど、まず立ちなさい。立つ、まあ、こうは、あ、立つは好きなことじゃない。あ、こうじゃなくて、こうはもう両袖とか持って、こっち持てなくてもいいから、つながってたら、うん、あ、心がね、心が、うん、まあ、立ちこれで、ちょっと向こうとするか、まあ、2メートルここまであるです。手ここになっちゃうから、うん、今の岩崎さんが多分30センチ大きいと思うんですよ。足が届かない。そうそう、で、クローズガードだったとしてもここ2つ持って押し付けて立ち上がる、うん、そしたら足すくわれないから。今こんぐらいだけど、実際ここぐらいまで浮き上がるってことです、うん、そしたらこうち
足まっすぐしてグーって振っていけば割れるから、はい、押すとかじゃないですか。そう振るんです。そしたらこのまま両膝で両手は持ったまま強いからせっかくだから、で押し付けて同じだったで、あーこれ結局決めるのこれなんで、うん、まあ最初はこれが強いな、やっぱり。うん、際が一つもないですね、まあ、何々際みたいなの一つもない。あずっと順当に力勝負してます。そうだね、生え際ぐらい、生え際だったら生え際結構あれ、ね、マジで、でも徹底されると嫌っすね、これ嫌だ、うん、結構厳しいっすね、うんうん、まあ、もちろんこれを上回るテクニックっていうのは絶対存在するんだけど、はい、実際そのマイキー娘氏とかはちっちゃいけれども大きい人を制圧してるし、うん、そう勝ってますもんね。そうそうか、なるほど。そう、うん、だけど大きければ大きい人のそれ専用の戦い方っていうのがある。うん、うん、基本的にあんまり自分からいかないんですね。あ、いかない。あそう、受けてて思ったけど、今なんか写真どんどんどんと上げてってもらっていい、はい、いいけど順番に上げてってだんだん追いつくしていくね、はい、オーランド・サンチェス、はい、ジェフ・モンソン、はい、オタービオ・ナラティ、え、もう埋まってないです、3人ぐらいで待って、俺も編集したいか、それは、うん、あこの、あのお三方をもうパンパンっすね、今出してもらえれば多分そのこういう人もいるんだっていうのが、ああ、うん、多分もう本当まんまの戦い方してる人はあるんですよね、うん、分かると思うでももちろんこれはね、あの手足が短い人にも有効な戦い方ではあるんだよ。うん、ああ、うん、なるほど。そうそう、だから手足長い人だけが呪術を強いわけではなく、うん、もちろん体を使って制圧するっていう方法もあるから、うんうん、このこういう考えも、まあ、もちろん実はその呪術の中に置いておかないといけないところではある、うん、体型によってこう、まあ、戦い方違うっすもん、全然。そうだ、日本人体型だったらさ、やっぱり手足が細い人も少な、まあ、いるかもしれないけど、はい、いるし実際でも多くはないじゃない。そうですね、実際ちょっとね、なんて普通 その欧米の人に比べたら手足短いかもしれないし、うん、骨は太いし、うん、じゃあそういう人たちがどういう戦い方をするんだって言ったら骨格を生かさなければいけない、うん、で今回 そのゴリアテ専門ムーブも結局骨を生かしてるから、体型を生かしてるから、うん、そうですね、それを生かすことは別に悪いことじゃない、うん、そうそう、うん、だから、まあ、こういう考え方も、まあ、考えてみないと、ね、何も生まれないから、それも含めて全部充実ですよっていう話、うんうん、大事な話ですね、本当に。そうはい、今日はその話無理やって、みんな2メートル150キロ目指しましょう。ちょ、無理やるな。ではまた。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。